さん、囲碁 AI にしましょうか。去年ですかねあの、プロが AI の負けたみたいな。結構これ話題になったのかな。はいそううん、だからまあ今後はその要は何ですかね人間がやる意味があるのかっていう AI と AI をた戦わしたらどうなのかなでだこの会社の AI とこの会社の AI の勝負みたいな, <laughs> なんか人間が勝負するというよりかはもうロボットとロボットの勝負になってくるのかなと思ったりとかね。 だからその本当に強いっていうそのなんか今までは人間が最強みたいなね人間の脳が最強みたいな部分はあったと思うんですよそのコンピューターができる前まではねでもそのコンピューターも結局その今までのコンピューターっていうのは人間が支配しないとその管理できなかったりとかするんだけどもこの AI が出てきたことによって AI 自身が自分を管理するというかねまあそういう段階に入ってきたんじゃないかなっていうところでだから今後その人間の なんかそのいろんなやることのそのなんかいろんな理由付けだったりとか意味付けっていうのはどんどん変わってくるんじゃないかなと思いますよね。うんだってどれだけ頑張っても AI に勝てないっていうね <laughs> どれだけ意碁をやってもコンピューターに勝てないっていう事実があるんだったらまあそれは人間の中では最強かもしれないけどもまあ最強ではないですよね。まあそのテーマとして最強を決めるんだったらまあその AI も。 入れての最強でも AI を入れてしまうと、まあ、難しいよねって話でだ今後そのお金の稼ぎ方とかもどんどん僕は変わってくるんじゃないかなと思いますよねだから逆に言うと AI を使える人と今度 AI に使われる側と AI を使う側っすかねこれも <laughs> YouTube を見る側なのか発信する側なのか AI を使う側なのか AI, を使のか AI をに使われる側なのかこれによってまあいろいろ変わるでしょうね いってらっしゃい